ただいまプレゼント企画しています。詳しい内容は説明欄にリンクありますので、そちらからご覧ください。はい、こんにちは、クレットチャンネルです。本日はこちらの新作のシナモンロールを狙っていこうと思います。3時の定番の攻略法はというと、大体頭や手などになんかいろんなものを持っているので、それを利用していこうと思います。でこちらはまずはコクアームでメガネですかね、おでこにメガネがついているので、それにぶっ刺しを狙ったのですが、うまくいかず失敗です。さて、一旦撤退して戻ってきたらこの状態ですね。まあただちょっとぶっ刺しが使えないのですが、ちょっとプレイしていきたかったので、このままやっていこうと思います。でもこちらでパワーチェックをしていきましょう。また奥に行ってしまったので、ちょっと今度は初期位置に戻してもらいました。でこちらメガネですね、これですね、おでこについたメガネ、ここを狙っていこうと思うのですが、ちょっと可動域が狭く、初期位置からさせないので、まずは寄せて動きをつけようと思います。ちょっと奥には行きましたね。ただちょっと右アームではさせないので、一旦奥アームで、右側の穴を狙ってみましょう。一応これちょっと見にくいのですが、入っていますね、突っ越しですね。さあどういう風に動くでしょうか。半回転して何も起こらずでしたが、こちらで、今右アームで、次は、左側の穴が狙いそうなので、そちらを狙っていこうと思います。はい、これは完全ずっぽしですね、奥まで入ってます。さあどう動くでしょうか。寄せてきて、はい、まあこんなもんでしょう。だいたいこのままちょっとシールドに寄せれる感じにはなったので、次ですね、もう一度同じ穴をストップボタンで狙っていきましょう。これはどうだ。はい、来ましたね、いい感じですね。こちらを見ていただくと、今回のアームの位置ですね、左が今ですね、で右がクルリンパしやすい方なんですが、ちょっとクルリンパしにくいアームの向きなんですが、どうでしょうか。はい、リプレイで見てみましょう。シールドに重心が乗っているので、ちょっとアームの向きが悪く、しっかりクルリンパできなかったのですが、少し下半身を持ち上げてあげるだけで、やっぱ重心がシールドに乗っているので、すぐ取り出し口に落ちてくれましたね。はい、ということで1体目ゲットです。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続いてはこちら、もう一度シナモンを狙っていこうと思います。で、こちらは、またちょっと刺せないので、奥アームでまずはぶっ刺しを狙い、ちょっと動きを見ます。ひっくり返ってしまいましたね。これになるとちょっと攻略法が使えないので、一旦初期位置に戻してもらいます。そしてここはちょっとまた、アームさせないので、寄せで動きを見て見ます。やっぱり裏を向いてしまいますね。ただもうちょっと周りにスタッフさんがいないので、このままやっていこうかなと思います。で表向きましたね。そしてメガネが、可動域ちょうどフィールドの真ん中に来たので、ぶっ刺しが狙えそうです。では狙ってみましょうか。さて滑りながら、はい、ずっぽしですね、一発で入りました。さてこれは引き寄せが面白いのではないでしょうか。どうでしょう、寄せが感じに、はい、いい感じに寄せましたね。シールドまで一気に寄りましたが、ちょっと完全に乗っている感じではないですね。
頭が。正確に言うとシールドには乗っていないので、ちょっとここで下半身を振ってシールドに、はい、乗りましたね。完全に乗りました。で、ちょっと平行移動で真ん中にしてもらいました。がここでで難しいんですよ。いつものシナモンロールのクルリンバーはとても難しい、あの耳があるのでとても難しいってことだったので、ちょっと角度をつけます。ここで大体45度ぐらいに、はい、そうですね、いい感じにつきました。もうこれ以上乗らないぐらいシールドに乗ってますね。で、今回はクルリンバーではなく、ここで下半身に寄せでつまんで狙っていきます。だ、はい、ゲットですね、はい、リプレイで見てみましょう。右アームで、ボディをギリギリまで寄せて、もうこの時点で、アーム本体がシールドの、取り出し口の上部にあるんで寄せてしまえばゲットですね。で、ここでやっぱ足にアームがうまいこと引っかかり、しっかり持ち上げ、そのままゲットです。はい、2体目も無事ゲットですね。ちょっとまだぶっ刺しがうまいこと決まってないので、ちょっともう一度行こうと思います。やっぱ初期位置ではちょっと左アームが届かないので、奥アームは何度も刺さるのですが、なかなかちょっとうまいことロックがかからず抜けてしまうんですよね。うん、やはり抜けますね。というわけでここで撤退します。ただいまプレゼント企画してますので、詳しい内容は説明欄に動画のリンク貼っております。それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。